仙台原発の1号機が7月に稼働、8月11日に再稼働して、そのわずか10日後に熱交換器というもののトラブルで止まりましたね。で、海水が原子炉に混じってしまった。仙台原発の1号機は熱交換器というのの交換を遅らして、そして再稼働させてトラブルになったんですね。で、仙台原発の2号機は熱交換器の交換はもう2004年に済ましていたんです。一方、仙台原発の2号機10月に再稼働しましたけども、蒸気発生器というものの交換31年間ずっと最初から全く交換していないんです。仙台原発の1号機はもう2008年に実はもう交換が進んでるんですね、蒸気発生器の交換が。で、仙台原発の2号機は本当は去年蒸気発生器の交換を信頼性の向上のためということで交換する予定だったんですね。で、実は 3.11 震災前にはもう新しい蒸気発生器が完成して、仙台原発の敷地の中に新しい、蒸気発生器の製品がもう出来上がって敷地の中に置いている。それを本当はあと交換するだけだったのに、 3.11 の事故後原子力規制委員会が発足をして審査基準が変わったからということで、その古い蒸気発生器のままで審査基準を出して、そして新しく蒸気発生器を交換したら新しい審査に間に合わない、原発の再稼働が遅れるということで、古い蒸気発生器のままで今仙台原発の2号機が再稼働してしまっているということですね。これって本当安全性は後回しだというふうに私たちは思っています。こういうふうに安全性を後回しにしている原発産業っていうのは、まあ、文殊でももうさすがの規制委員会も、あの日本原子力研究開発機構はもう当てにならんというふうに言ってますけれども、この原子力が本当に安全性を後回しにして今どんどん各地で再稼働させられようとしているということで、この私たちは引き続きこの高浜原発の再稼働についても絶対許さないということで取り組んでいきたいと思いますし、ぜひもし福井で原発が起こったら、この神戸にも2時間か3時間ぐらいで放射能が飛んでくるということで他人事ではないということで、一緒に引き続き考えていきたいというふうに思っています。よろしくお願いします。